沖縄行かれました？行ってきましたよ。菅野のフォーム見ました。見たよ。なんかこのテイクバック行くときこう自分でいきなり手こうやって、うん、ねえ見ました、こうこうやってね、どコーチから、元コーチからして、全然、まああれはあれでしょ、千賀とかが教わってる先生のところに行って、はい、なんか自分の、まあ、人それぞれ、なんか猫背とか、なんかいろいろそういうのがあるんですね。で、それの当てはまるのが、彼は腕から動いた方がバランスが取りやすいということを教わったと思うんですよ。で、腕から動いてるんですけど、でも、あれ、投げ方としては別に腕だけ動いてるだけで、あとは足上げてから、あと一緒ですから。だから、で、自分の中でパッと右足一本でなった時に、多分彼はすごくしっくりきてるんだと思うんですよ。はぁ。手から動いて足を上げた方が。はい、で、やってるんだと思うんです。なるほど。その僕たちが見てどうのっていうよりも、彼の感覚の中で、あ、こっちがしっくりきてるというふうに思ってやってると思うんです。なるほどね。